サイバトロン戦士トランスフォーム。ということで今回はシーズン3で追加された新ミシック武器サイバトロンキャノンをご紹介。まずは入手方法。出現率は低いけど宝箱そしてフィールド脇から入手が可能。じゃあどんな性能なのか。こいつは見たまま透過力のバズーカキャノン。大型のエネルギー弾をぶっ放し着弾点で爆発。だいたい建築1枚分の爆破半径内にいるプレイヤーに対して110ダメージを食らわせるっていうなかなかのご機嫌な武器。対建築場というと石の建築までは一撃でぶっ飛ばせるけど鉄建築はギリギリ壊せないレベルの火力。ほんで一番の注目ポイントはこのキャノンを実無限に撃てるってこと。連続2発まで発射可能で30秒のクールタイムを挟んで1発ずつ弾が何度も何度も回復するってシステム。一度拾えたら終盤まで残弾気にせず撃てるロケランって考えたらめっちゃ強くね。このキャノンを使いたいというサイバトロン戦士たちを直ちにこの白いバックパックを目印にデッキプレイヤーを通して自らの手で奪うのだ。トランスフォーム。